健康な精神は健康な生活から、そして健康な生活は食事からだよな。別に食事だけじゃないだろ。睡眠とか適度な運動とか。めっちゃ正論で返されたわ。だけど私は特に食事が大事だと思うのよね。優劣はつけられないことだが、まあ食事は心を豊かにするな。豊かな食事で心を満タンに。それはコスモ石油だ。というわけで今回は戦前と戦時中の食生活を紹介していくぜ。どういうわけなのかわからないけど、なんだかここから先は、ネタ成分皆無の香りがするわ。まずは戦前、つまり昭和初期の食生活についていろいろ語るぜ。昭和初期か。大正時代の延長線という感じの時代だね。このチャンネルを見ている人がイメージするだろう昭和とは、また違う時期の話だな。さすがにこの世代の人はいないか。まず、戦前の日本の献立について。献立か、やっぱり地元で採れたものを使っていたのかな？今でいうところの地産地消ってやつ。基本はそうだな。地域の海や山、畑などで採れたものを食材として使っていたぜ。本当に地産地消だねー。朝は一汁一菜が基本だったんだ。主食は麦ご飯とか白米とかだな。麦ご飯か。米と麦の割合はどれくらいだったんだろう。白米7、麦3が一般的だな。現代で麦ご飯を作るときもこの割合にする人多いね。やっぱり黄金比率なのかな。汁物は味噌汁が基本で味噌汁のみは納豆が多い。たまに豆腐という感じだぜ。ふむふむ、味噌汁も今とは微妙に違っていたんだね。今は味噌汁もすっかり多様化が進み、各家庭によりいろいろだな。キャベツやもやしなどその時余ってる野菜を入れる。という家庭も結構あるしね。ちなみに私は長ネギの味噌汁が一番好きだぜ。何の情報なのよ、いらないわよ。昼食は芋を主食としてぬか漬けやイワシの焼き物、塩辛なんかだな。ああ、芋のイメージあるわね。芋は過酷な土地でもたくさん育ちやすいからいいのよね、安いし。夕食は一日の中で一番豪華だ。ちなみに、献立の例はこんな感じ。朝食に納豆汁、白米、漬物などなど。朝食はすごくシンプル、だけどそこがいい。昼食は芋またはかぼちゃに、ぬか漬け、塩辛、漬物など。昼はお米じゃないんだね。夕食は白飯、和え物。主に酢の物など、刺身、煮物または焼き物。夕ご飯が急に豪華になったわね。ちなみにこれは中流家庭の献立の例だぜ。これで中流家庭なのか。でも夕食はそんな感じがするわね。中流家庭でも朝昼は基本質素なんだぜ。それに純和風の献立だね。日本食というより本当に和食って感じ。戦前は三食とも和風献立で郷土食が豊かな献立だったというわけだ。今とは全然違うんだな。平成4年11月の日常食調査では和風献立は 80% 以下で、和洋折衷の献立になっていったな。今だともっと少ないと思うよ、和風献立の割合。続いて、戦前の洋食文化を語っていこうと思う。さっきの献立だと純和風で洋食の世の字もなかったわね。洋食が日本で受け入れられたのは開国とほぼ同時だ。幕末から明治初期ということだね。ただ当時は一握りの特権階級だけが洋食を味わうことができたんだ。まあそういうイメージはあるわ。それが明治後期になると庶民の生活の中で西洋料理を楽しむという気風が見られるようになるんだ。つまり明治後期にはすでに一般に洋食が広がりつつあったのね。その上日本の食材や調理法でアレンジした洋食がどんどん生み出されていったんだぜ。それが今の日本の魔改造洋食文化につながっているわけか。当然戦前にあたる昭和初期にも洋食は食べられていたんだ。明治後期に一般化し始めたならこの時はすでに一般化してそう。してはいたが家庭で作るものという感じではなかったな。そうなの？揚げ物は特にそうだったんだぜ。コロッケやトンカツ、牛カツなんかが家庭でも食べられてたがもっぱら肉屋で買うものだった。買う方が割高なイメージがあるけどどうなんだろう？それが当時は油を家庭で使うということがあまりなくてな。たまに食べる揚げ物のために油を買うよりは、店で買った方が良かったんだ。それに料理の仕方も勉強しないといけないからな。ああそっか、そういう問題があるのね。じゃあ一般家庭で普通に揚げ物系の洋食が作られるようになるのは、もっと先の話なんだな。ちなみにライスカレーは家庭でも作られていたぜ。この頃からカレーは家庭の洋食として親しまれていたのか。食生活ということで視野を広げて戦前の朝食前の生活風景について、今度は語っていこうと思うぜ。だいぶ視野を広げたわね。朝食の前には基本的には家のことをそれぞれしてたんだ。起きてすぐご飯用じゃないのね。お母さんはもっぱら朝食の準備だぜ。主婦は食事の準備ね。子供たちはどうしていたの？
子供たちは基本的に家の手伝いだな。そしてお父さんは仕事の準備なのかな。大体そんな感じだ。子供たちは座敷を履く、雑巾掛けをする、庭を履く、ゴミ捨てをするなどの仕事があった。そういうのは子供の仕事という感じだったのね。女の子は主に家の中でやれること、男の子は外でやれることを、それぞれやってから朝食をとっていたということだぜ。子供たちもなかなか大変ね。今じゃ多くの子供たちは朝ごはんが用意されるまで寝てるでしょ。まあ今は生活様式もまるで違うから子供たちがやらなくても、家が回るようになっているからな。当時は回らなかったわけね。次は、戦前の食事スタイルについて紹介していこう。食事スタイルか。まずテーブルだがこれはちゃぶ台だな。まあちゃぶ台だよね。ダイニングテーブルに完全に置き換わったのは昭和後期だ。そんなに長い間ちゃぶ台文化だったのか。ちゃぶ台が使われ始めたのは明治30年代のことで、本格的に普及したのが昭和の初め頃。つまりちゃぶ台は昭和とともに終わりと始まりを迎えたのね。ちなみにちゃぶ台は丸いイメージがあるんだが正式には四角だそうだ。え、そうなの？丸いデザインは中国が元になっているとされているな。ああ、中国って回転テーブルとか丸窓とか何かにつけて丸いよね。一方日本は何かにつけて四角いんだ。畳も窓も基本的に四角い。た、確かに言われてみれば、昔の日本の住居は全部四角で構成される。じゃあ当時のちゃぶ台も四角が多かったのか。そうそう、角張った日本の住宅では長方形のちゃぶ台が一番、都合が良かったんだぜ。しかも長方形なのね。さらに食事は基本家族全員で取り座り方はほとんどの家で決まっていた。一般的には主人が中心に座り主人に近い方から、奥さん、兄、姉、妹と並ぶ。一家の大黒柱を中心にしてあとは年齢順なんだね。次は、戦時中の食生活について語っていくぜ。戦前の次は戦時中か。世界単位で人々に余裕がない時代。食生活も貧しそうだね。まあ戦時中は軍事が全てにおいて優先されてしまうからな。一般庶民の生活にまで細やかな気配りをしてる余裕はないぜ。予算的にも余裕ないだろうしね。戦争中は国民の多くが飢えていた。やっぱり食料とかにも余裕がないか。だから普段はあまり食べないものも食べるようになって、代わりに普段食べていた白米などをどんどん代用食に置き換えていった。代用食？米の代わりに他のものを主食にすることをそう呼ぶぜ。例えばどんなものを使っていたんだろう。麦ですらなさそうだしな。例えばみかんの皮や柿の葉、どんぐりなど、食べられるものをとりあえず粉末状にするんだ。どんぐりは食べられるもの。まあ一応食べられるか。それを団子や蒸しパンにしてご飯の代わりに食べてたんだぜ。どんぐり団子、どんぐり蒸しパン、あとはすいとん、芋類などをよく代用食にしていたな。ちなみにすいとんは現代でも貧乏の味方として使われがちだわ。簡単に作れてお腹を満たせるから優秀なんだよな。それにちゃんとした料理名があると現代人は安心するから使いやすいね。ただ当時はそんなことお構いなしに食えるものなら何でも食うくらいの感じで使っていたんだがな。そういえば食料は配給制だよね。お米は配給されなかったの？1939年から配給制になりお米も配給されたが、一人当たり1日につき約 330g だった。あら、絶対足りないわね。お茶碗1杯はちなみに約 150g だとされているから、お茶碗2杯分だな。おかずなんて余裕がないと食べられないだろうし、あっても少ないだろうから、そう考えると余計に少ないわね。この時期の日本人はおかずが少なく主食をたくさん食べるスタイルだ。当時の日本人が1日に消費するお米の量は1人当たり、約 500g とされている。どう考えても足りないわ。だから足りない分を代用して補っていたんだね。あとは混ぜご飯もあるな。ご飯にあれこれ混ぜてかさ増しするのね。主に芋や野菜、海藻なんかを混ぜ込んでいたな。まあ普通に美味しそうではあるわ。さっきのどんぐり粉末を聞いてると、まああとは普通に水を多く入れてゆるく炊くとかな。水分でかさ増しか。最終的にはほぼおかゆみたいになったぜ。行き着き先はそうだよねー。さっきも蒸しパンが出たが、次は戦時中のパン食について語るぜ。そう、蒸しパン、地味にびっくりしてたのよ私。パンを最初に取り入れたのは軍隊なんだ。蛍光食においておにぎりは腐りやすく向いていない。そこでパンを推奨したんだぜ。確かにおにぎりはパンより日持ちしないよね。日本は比較的温暖な気候だし。中世までは欲しい、という干した米を持っていって、食べる時に水をかけてたんだがな。それがおにぎりになっていって今度はパンってわけね。最初はなるべく栄養価が高いパンを作るという予定だった。栄養大事だもんね。
ただ軍隊に入る人は、1日6合配給される白米が目当ての、貧しい人が多かったからパンは不況だったんだ。ああ、お米の方がいいってなっちゃったのね。それでパン普及のために色々と研究していたんだぜ。蛍光色を導入するのも結構大変なんだな。無理やり、うるせえパンなんだよ、としてもいいんだが、式に関わるからな。なかなか強行しにくい。確かに食事一つで式がかなり変わりそうね。各家庭に普及したのはパン焼き器の作り方を、新聞に掲載したことがきっかけだ。自作なの？木の板に鉄板や銅板を組み合わせて箱状に組み立てるんだぜ。だけど小麦粉は？結局材料費かかるよね。質の良い小麦粉が手に入りにくいから代わりに襖入りにしたり、キビの新薬桑の花を入れてパンを作っていたんだ。それがさっきも話に出たどんぐりとかの粉なのね。というか襖って、限界すぎるわね。素材的に食えなくはないんだがまあ食い物ではないよな。当時がどれだけ限界だったかがよくわかる話だわ。ちなみにこの自作パン焼き器はほぼ無式だから、米も炊けるし芋も吹かせるぜ。割と万能だね。戦時中の食生活を語る上で外せないものがある。国策炊きと呼ばれるものだ。国策炊き？配給のお米じゃ足りないという話をしてきただろ？そこで国が推奨したご飯の炊き方が国策炊きだ。国の策として提案したから国策炊きという名前なのね。どういう炊き方なの？用意するのは米と米の倍量の水だぜ。倍量、めちゃくちゃ多いわね。普通にお米を炊く場合には水の量は米の約 1.2 倍から 1.3 倍が適正。つまりめちゃくちゃ水の割合が高い炊き方だな。本当にめちゃくちゃ割合でかいわ。まず釜に水を入れて沸騰させ米を洗わずにそのまま、熱湯の中に入れてしゃもじで上下にかき混ぜる。洗わずに使うんだね。上部に浮いてきたゴミを取り、7、8分ほどすると再沸騰する。そこですぐ火を小さくして2、3分してからホタル火にして、50分くらい置いてしばらく蒸らす。それでお米が炊けるのね。どんな見た目と味と食感なんだろう。見た目はふっくらしてそうな感じで量も増えて見える。ふむふむ。硬さは普通に炊いたご飯より少し柔らかい程度だ。もうちょっとびちゃびちゃかと思ってたわ。ただ食感はボソボソとしていて正直かなり悪く、味も米の旨味が消えて本当に無味。米のほんのりとした甘さすら感じられないのか。つまりは味も食感も無視して量を増やすための炊き方なのね。そういうわけだな。次に南高飯について紹介するぜ。南高飯？鎌倉から南北朝時代の英雄である楠木正成が考案したとされる、お米の炊き方だな。これもお米の炊き方なのか。ちなみにレシピについては諸説ある感じだが、様々な書籍で紹介されていたのはこんな感じの作り方だ。ワクワクしてきた。まずは玄米オイル。え、しょっぱなから予想外。プチプチ弾けるような音がするからいった玄米を鍋に移して、通常の3倍量の水につけて一晩置いておく。するとどうなるの？炊いてないのに玄米が膨れるんだぜ。水を吸って増えるのね。あとは普通に炊いたら完成だ。水分を吸わせた上でさらに炊くのか。見た目はちょっとプルプルしてる。プルプルしてるのか。食感はちょいボソボソとする粉っぽい柔らかなご飯と、ぬかのプチプチという食感が合わさって不思議な感じ。プチプチ感があるからよく噛まないといけない感じね。それで満腹中枢を刺激しつつ量も増えるからいいのかな。その上国策炊きと比べて2つの食感を楽しめるという利点もあるんだ。味はさすがにうまくはないが、超まずいかと言われるとそれもまた微妙という感じだぜ。まあそりゃ美味しくはないよねー。でも思ったよりまずいという感じじゃないのね。毎日食べるのはしんどいがな。そのしんどさがゆえにまずいという評価が定着したんだろう。マリサはどっちもやってみたのね。個人的には国策炊きが一番まずい。次に南高飯、次に全がゆだったな。だから人々も最終的にはおかゆにしてたんだろうね。ただちょっとでも固形で食べたいという場合には、国策炊きや南高飯をやっていたんだろうぜ。まあ全がゆって食べてるとなんか悲しくなるのよね。あんまりにもドロッドロすぎて。最後に、戦時中の兵士たちの食事について語って終わるぜ。戦時中の食生活というなら一般家庭だけじゃなくて、こっちも大事なポイントだもんね。当時軍はやはり最優先されていた。前線にいる兵士は握り飯や細切れ肉、味噌乾パンなどなど。最優先でもそんなもんなのね。細切れとはいえ肉があるのと、ご飯が食べられるだけマシなのかも。蛍光食にはさっきもあった通り握り飯、パン、乾パンなど。乾パンは優秀だよね。喉が渇くという点以外は、後方の兵士は奈良漬けや梅干しに牛肉や缶詰、生魚に氷砂糖などなど。後方の方がやっぱりいいものが食べられるんだね。
他にもサイダー、ビール、タバコなど嗜好品の類もあったぜ。嗜好品もメンタルケア屋敷のためには重要だもんね。さすがにビールは一行を要した学徒を思い特別な時には、夜間に飲めるように手配したそうだ。酒がないとやってけなさそうだもんな。ただ兵士も次第に食料が減り1日に3000キロカロリー程度しか食べさせられなくなってくる。もっと食べたいところだよね。理想的には平均3500キロカロリーだそうだ。行軍したりして消費カロリーもかなり激しいもんな。脂肪増量で優秀な揚げ物も食べられない日が増えていき、初年兵が残飯を手づかみで食べるということが横行し。待って、残飯はあったの？足りていないのに？揉め事を避けるために分配量を全員同じにしていたんだ。ああ、つまり個人差がないから食べられない人もいたのね。もちろん足りないという人もいる。だから残飯を食うわけだな。よくないわねー。あと戦地によっては食料が補給されないこともあって、兵士が全員満足に食事できていたというわけではなかったんだぜ。あくまでも平均的に考えれば家庭よりはマシだったレベルね。というわけで、今回の話はここで終わりだぜ。本当に今からは考えられない食生活だったんだな。戦争さえしていなければ純和風にたまに買ってきた洋食で、現代人の中にも羨む人がいるかもしれない食事だったがな。やっぱり戦争は大事なものを人間から奪っていくわね。不自由なく食事ができて偏食でも生きていられる現代が、どれだけ恵まれているかがわかるな。日々の食事を大切にして健康に生きていきたいところだね。みんなは今回の話どう思った？良ければチャンネル登録や評価、コメントもしてくれると嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。